はい。こういう形でね、窓際に、えー、それぞれのね、水耕栽培のペットボトルを置いて、まあ、あの、日の光もね、当たるような形で、あの、育てていきたいと思います。で、これがね、芽が出てきだすとね、本当に、あの、ちっちゃな家庭菜園といいますかね、農園みたいな感じになる、なるかなと思うので、すごい楽しみにしてます。はい。 で、パイナップル置いてあるんですけど、これは別に食べるものなので、あの、別に育てるものではないので、関係はないです。はい。そんな感じでまた、あの、引き続きね、あの、続編を楽しみにしていてください。じゃあ、失礼します。家庭菜園の水耕栽培の件なんですけど、大根の芽がね、出てきました。ただね、なんかよく見るとね、大根ちゃんカビみたいなのが生えてるんですけど、 これカビなのかなそれともこういうもの、種類なんですかねちょっとよくわかんないですけど、なんかね、乾かしちゃいけないらしいのでね、ちょっと水をあげたいと思います。これもうね、奥さんがね、先に水をあげちゃったんですよ。<laughs> 僕がやる楽しみ全然ないじゃん、これ。はい、じゃあこれで終わりです。またね、 数日後に、えっ、ー、と、報告したいと思いますけど、あの、種植えてからね、2日後ぐらいに出てきてます。はい。なんかすごい楽しみです。はい。じゃあまた失礼します。えっと、水耕栽培シリーズなんですけど、大根がね、もう結構芽が生えてきて、こうやって伸びてきてます。今、ハウスで育ててるのでね、あのー、ハウス外しちゃうと、またこの空気が変わっちゃうので、このままね、 あの、撮影は続けると思いますけれども、前回あの、撮影した時よりも、この成長の度合いがすごい激しいですね。だからまあ、日光が当たるようにするっていうことと、あとは、このハウスの状態ですね。この部屋、あの、この中のね、暖かさのキープっていうのをこれ、今後ともね、頑張ってやっていきたいと思います。水がですね、あの、この前、あの、湧き水、汲みに行ってる、あの、貝あったじゃないですか。あの時の、あの、水を使ってます。 じゃ、以上、報告です。これがもう、だから、3日ぐらい経ったのかなじゃ、この前、この、目が、ちょっと、こう、出てきたのから、2日経ってます。2日で、こういう状態になってます。